あっちゃんです。今日7月の25日水曜日、あっちゃん家の晩ご飯、ちょっとね疲れてんねんけど頑張って作ります。はい、できました。鶏ももと、野菜のかけフォンデュと、これね、シーザーサラダ、はい、で食べたいと思います。はい、ではいただきます。元気になるとご飯が美味しい。久々のシーザーサラダドレッシングが美味しいわ。どう味？鶏いける？うん、これは美味しい。でっかいな。うん、おいしいね。お芋さん、このかけフォンデュだしがめちゃくちゃおいしい。
うん、シーザーサラダドレッシング美味しいね。なかったからね、久々や。美味しいわ。どう？チーズフォンデュ。うまい。クールにうまい。もっと美味しい時は感情込めて美味しいよって言うの。なんだよ、感情込めたら俺じゃない。なんだよ。美味しいって。普通にうまいって言ってること、普通にうまいって言ってるときは本当にうまい。あ、普通にうまいときは本当にうまいの。今日もうまいの、うん、あのナンバーワン超えた。まだいや、2番目ぐらい。知らん、忘れるから。とうとうぐらい。いや、簡単です。バター、とろけるチーズ、ミルク、小麦粉だけでソースできるんで、かけフォンデュぜひやってみてください。多分鶏ミンチとか鶏肉とか細かく切って野菜とかパパパッと炒めといて、でこのソースに絡めてパスタにかけても美味しいと思う。余計になる人は時間を変えてかけてください。いつもこの時間はね空いてるんだけど、今日今何時？8時半ぐらい。8時はまだちょっとあっちゃんご飯タイムが多いんで、8時半過ぎなら大丈夫です。これナスが美味しい。今日は玉ねぎだ、これ。これこれ、ナス。ナス食べてみる。ナスじゃなくて、ナス。ん？ナスビ。ナスビじゃないよ。うん、ナスビ食べてみる。ナスビめっちゃ美味しい。うん。ソースたっぷりから見た目で美味しいわ。部屋自体涼しいね。体の中が熱々やね。こんな顔になるわ今日は。ほんとさっとひとプラ浴びようかな。焦点定まらん。ナスビ食べよう。みんなナスビ余計で食べんだけど。いや、美味しいよね。美味しくなる。美味しい。わかるわ。いいよ。正直普通やし。うん。さっきパン食べたもんな。パン。
表現無線の。そう、ね、今やってる。上の。やってる。多分面白いな、それかもしれんけど。うん、最近リリースされた。なんかリリース。何あれ？私ライフオンライン。新しいゲーム？ゲームばっかりしとるやん。あかんのかい。ちょっとこれ勉強しや。なんで？めんどくさい。なんでや。めんどくさい。勉強してる人もごくわずかだね。ごくわずかいっぱいいてるわ。何？うん。そうか。東大皆さん。え？東大皆さん。びっくりしたんだけど。東大理工学部のやつな。なんで？なんでやっちゃうわ。東大って何にさせるんで。幸せになれんのかよ。IT 企業の社長になる。なんで社長で結局何したらなれるんや。何してもなれるけど、ある程度。いや、僕 IT で社長ですって言ったらなれるやん。なれるけど、社員ついていけないの。いやいや、社長にはなれるわ。社員は僕ですって。なるわけないわ。僕だけです。一人弱りやん。ただの。こんな顔になるわ。もう涼しかでは来とんねんで、来とんねんけど来かへん。湿度高いからね。今日やっとった。湿度高かったら熱中症になりやす、なりにく、なりやすいのはあれやねんて。あの湿度が高いから汗かくねんけど汗が蒸発せえへんねんて。だから気化熱で、あの奪わへんねんて。だから熱中症なんねんて。だから温度低くっても湿度高かったら気ぃつけよって言っとった、うん、ほうと、温度高かったら危ない。温度湿度高かったら危ないだろ、うん、ともう温度バイクと下げたい。え、温度バイクと下げたい。温度バイクと下げてもな、まあ、冷蔵庫ぐらい下げたいけど、うん、普通に触ったら温度がな、35度とかやったら暑いやん。熱中症になるやん。でも25、6度とかでもな、湿度が 80% やったら熱中症になる場合あんねって。50歳なるほど、うん、50歳、今のエアコンあるやろ。湿度まで下げてくれない。これ下げるよ、うん、どんなエアコンでもいい。冷房かけたら湿度勝手に下がんねん、もっと下がんねん。ちゃんと下げてくれ。やばいな、これマジ熱中症なんちゃうか。こういう時はこれや。ドライヤーで汗を蒸発さ。サウナしじゃないよ。見えるよ。気持ちやろ。ちょっとすっきりした。マイスポットクーラー持ってこうかな。すごいな、うん、すぐに氷がなくなるやつ、うん、タイガー甲子園。甲子園の、あの電光板のとこにあるもん。サンキューって書いてあったもん。甲子園ほら、甲子園あそこに JTEC だんだ。甲子園パワープロしたら球場よ、わかる。一番絞り、一番絞りに作りそう。 JTEC
けど。うん、おもちゃってどこ行ったの？入れてくれたんかな。昨日この辺だったって。もっと入れたらいいんだよ、ここ。え？もっと冷蔵庫入れたら。うん。お腹いっぱいになってきた。ということで今日のあっちゃんちの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。美味しかったです。ごちそうさま。かけフォンデュはね結構美味しいし、子供も喜ぶと思うよこれ。簡単やしね、ぜひよかったら作ってみてください。熱いのは熱いけど普通、まあ暑いな、暑い時は嫌やけどね、はい、頑張りましょうみんなでね、熱中症にならないように。はい、で今日のあっちゃんちのお昼ちゃんは晩ご飯、鶏もものかけフォンデュ、よかったよと思ってくれたら高評価をで応援コメントとかねチャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。暑い。ではまたね、バイバイ。